はい。テレザ放送の哲夫です。お疲れ様です。 久しぶりにね、昔好きだったラーメン屋に行ったんですよ。あの、行って、だいたいなんとなく昔のイメージで700円ぐらいなんですけど、えー、それでまあ、うん、まあ、ライスとかなんか餃子とか、まあ、なんかね、こうトッピングしたりとかで、えー、まるっとね、だいたい950円とか980円ぐらいのイメージがあったんですよね。急に <laughs>、急に喋り始めますけど、で、ああ、昔ここ好きだったな、よし、久しぶりに近く来たから行ってみようと思って行って、あの、なんとなく、あの、満足するぐらい頼んで1000円ぐらい らいで収まるっていう頭であの前と同じようにこう注文したらえー、1450円ぐらい取られてしまいましたはい物価が上がっておりますね皆さん <laughs> まあ皆さんもあの、物価が上がってるのはあの体感していることだと思います。あの、電気代の上げ幅はえぐいっすね。あの <laughs>、え、こんなに上がるのっていうぐらい上がってますけれども、えー、ただ上がってないものが一つありますね。えー、皆さんも分かってらっしゃると思います。給料。えー、僕らの給料は上がっていない。そして物価が上がっている。つまり給料は下がっていると。えー、こういう段取りになるんですけれども、えー、これから先給料は上がるのか。運送物流で給料は上がるのか。と言ったら、え、なかなか厳しい。えー、ということを え、そして、え、たくさん給料が欲しいよと、え、トラック乗りたいよという方、じゃあどういう会社を選んだらいいのか、え、ここまでやっぱりあの物流、え、人がいない、え、人手不足とか、え、そういうことになってるのに給料が上がらない、でもいい給料が欲しくて運送屋でやりたいよっていう人は、じゃあどういう会社に行けばいいのかというのを、え、動画の後半の方で、え、お話ししたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。え、こういう前置きでいかがでしょうかね。はい。え、まあ最近ね、あの物流コスト、 とかコストが上昇みたいなニュースは、あの、よくあっちこっちで聞くと思います。まあ、テレビを見てると、あの、そういうことも言ってるし、まあ、ニュース、まあ、新聞とかね、そういう媒体なんかで、えー、物流コストが上昇みたいな、えー、ことを、まあ、よく、えー、耳に、耳にしたり、目にしたりすると思うんですよ。物流コストっていうと、ああ、なんだ、運送屋の給料上がってんのかとか、あの、まあ、運賃上がってんのかっていう、まあ、そういう勘違いしがちなんですけれども、上がってはいませんね。えー、運送会社の給料、むしろ、あの、下がってる会社もあると思います。 えー、これまあ、あの、いきなりがっつり下げるんじゃなく、あの、給料の、あの、これからちょっと給料の形態こういう風に変わりますみたいな感じで、えー、なんか、こう、突っ込まれないよりうまーく、あの、改変したつもりで、あの、社員に突っ込まれて裁判になったとかね、えー、そういうこともあります。あの、なるべくこう、残業させないようにみたいなことで、えー、今までの給料からだいぶあの、減ったみたいな会社さんもあると思いますし、えー、そこら辺はいろんな会社さん、あの、まあ苦労していると思います。えー、そして、じゃあ物流コストの上昇っていうのはどう どういうことって言えば、え、やっぱ、あの、燃料が高かったりとか、え、あと、まあ、あの、倉庫を借りるのが高いとか、まあ、いろんな、要は、あの、物価が上昇しているので、もちろん物流のコストも上がってますよと、単純にそういう意味だと思ってください。あの、細かくはいろいろありますけれども、えー、ざっくりそういうふうに理解で合ってると思います。そしてですね、最近、あの、ま、よく聞くかもしれません。あと、物流関係の人なんかは、わりかし注目しているかもしれませんが、運賃の値上げ、えー、ダイレクトにですね、これが、最近、あの、結構出てきております。 え最初は確か佐川急便さんだと思いました。えー、多分。 えー、これ間違ったらごめんなさい。ただ、あの、この順番はどうでもいいので、えー、佐賀急便さんが、まあ、えっ、ー、と、10%ぐらい。えー、まあ、あの、その種類によって10%ぐらい。えー、あとはまあ、それに続いて、えっ、ー、と、ヤマトさんなんかも、えー、だいたい10%ぐらいの運賃の値上げをしますよと発表しました。えー、これはなかなかいいニュースかなと、えー、思います。やっぱり運賃が上がらないことには、えー、何しろ僕らは運賃という収入源しかないんです。えー、運送会社。まあ、運送会社に限っちゃいますけど、運送会社というのは何しろ運賃という収入しかないんです。基本的に。 あの運送物流、えー、まあ,あのトラックしか持っていない運送しかやっていない会社に関しては、えー、それしか収入源がないので、えー、運賃が上がるというのは一見いいことのように聞こえます。そして、えー、追随したのが追随したかどうか分かりませんけど、えー、この流れにですね性能運輸、えー、性能運輸といえば大手運送会社、えー、こちらはまあ,あの先に出した2社と全然違う、えー、性能運輸というのはやっぱりあらゆる荷物をやってますまあ僕らでいう下品物みたいな荷物ですね、えー、箱に入っていないような荷物 えー、似姿がしっかりしてない荷物でも、えー、性能運輸さんやってますので、えー、この性能運輸が値上げを発表したというような人、すごく大きいこと、えー、こっからですね、あっちこっちの運送会社が、あ、うちもうちもってこの流れに乗っかっちゃいなよ、みたいな。<laughs> もう言うものっかっちゃいな、みたいな感じで、あの、この流れに乗っていただきたいな、と思うとともに、えー、やっぱりあの、行政の方でも、あの、やっぱここまで苦しいので、値上げはもうしょうがないな、ということで、あの、もうどんどん値上げしてください、みたいな、この追い風をこう吹かせてほしいな、と。え、もともとですね、あの、国土交通省かどっかが、えー、あの、正規の、うんと、運賃っていうのをタリフ出しております。えー、確か国土交通省だったと思います。ちょっとあの、えー、違ってたらごめんなさい。はい、えー、なので、その、まあ、どっからどっから どこまで10トンで運んだらいくらが適正の運賃ですよというタリフが、えー、料金表がえっ、ー、ときっちり出ております。それを守っていただければ運送会社が潰れることはまずない。えー、そのぐらいまでちょっと運賃を押し上げてほしいなと。そこまで上がれば運転手の給料も上がると、えー、思いますが、今、うん、まだこの値上げの 要は、ムーブメントみたいなのが、ちょっとね、粉見が起こったぐらいなので、えー、それでは、運転手の給料までは跳ね返っていかないだろうな、と。えー、どうしてかというと、やっぱりさっき言った物流コストの上昇、まあ燃料が高かったり、えー、まあまあ、いろんなものが高い、値段が高くなっているので、そっちにやっぱり取られてしまう。えー、それを今まで取られてしまったのを、なんとか会社の体力でやっていたのを、あの、もうどうしようもないっていうので値上げして、えー、そこで補填しようということに多分なると思うので、運転手の給料を増やすところまで果たして、 ていくかなっていうのはちょっと疑問になりますね。えー、なのであのこのいい流れだなとは思ってますけど、ダイレクトに運転手さんの給料が、えー、増えるところまではまだまだ行ってない、えー、と思います、えー。なので増えるところまで行くにはやっぱりまあ、僕前から言ってますけど、その、えー、高速の料金がもう一律もう終日半額になるとか、あとはもうその国が出したタリフ通りの料金でしかもう運送できませんよってかっきり決まるあのまあ、それを破ってや 安い料金であの走った業者、えー、そして出した業者どっちも、えー、罰則がありますよみたいなそこまで厳しくやらないと、えー、なかなか運転手の給料までは跳ね返ってこないんじゃないかなと、えー、思います。なのでえっ、ー、と。 うん、これからちょっといい給料の会社に行きたいとか、あの、なるべくこう、給料減ら,減らされたくないんだよな、みたいな。あの、今の給料でもギリギリだからこれ以上減らしたくないとかですね。えー、転職を考えてるのに、あの、危ない会社には行きたくないな、と思ってらっしゃる方たくさんいると思います。ここで、えー、会社選びの、あの、選び方、えー、会社の選び方としてはですね、えー、やっぱり運賃という収入源しかないと僕はさっき言いましたけれども、えー、運送会社っていろんなパターンがあります。 例えば、倉庫業をやっているとかですね。えー、あとは、えー、雑貨物をやっているけれども、こっちの別の部署で食品関係をやっているとか、えー、やっぱこっち、例えばその雑貨とか、あとは建築関係とか県庁ですけども、あの、こっちがあの、沈んでコケッとなったとしても、あの、別部署でやっている食品関係があるから、うちの会社はまだ、あの、収益的には黒字だよ、みたいなね。あの、そういうことで、会社、うん、鳴らせばトントンかちょっと浮いてるよ、みたいな、えー、そういう会社を選んでいただけると、 えー、そこまであの賃金が減らされるとか減ったとか、えー、そういうことはないと思いますので、これからの会社選びとしてはですね、えー、そういういろんなものをやっている。 あの、一つに依存していない、えー、ところに行くか、えー、もしくは一つの、えっ、ー、と、大元の荷主さんに依存しているんだったら、えー、必ず一時下請けの会社であること。まあ、一時下請けでも、あの、切られてしまって、あの、コケットになることは、まあ、なくはないですよ。結構ある話ですけれども、やっぱ一時下請けぐらいだと、やっぱそれなりに、あの、規模もあって、そしてあの、まあ、大体ですね、この、えー、荷主さんとズブズブの関係になっておりますので、あの、そこまで、えっ、ー、と、大幅な変化はないと。 思われますので、えー、大会社誰もが知っている大会社の一時下請け、えーまあ、あの会社の看板背負ってますみたいな、えー、そういう一時下請けの会社を選ぶであったりさっき言ったようにいろんなところ、えー、まあ、建築材やったり雑貨やったり食品関係もやったりとか、えー、いろんな部署があっていろんな荷物をやっている会社に行くであったりそういう選び方をした方がいいと思います、えー、あとはですねえっ、ー、と自分の製品を持っている会社これもすごく強いですよねあの名前一応聞いたことない営業な会社であっても 例えば、えー、なんとか電産であったり、なんとか工業であったり、あの、名前全然知らないよっていうのでも、その業界ではシェアトップみたいな、あの、そういう会社さんって日本には結構たくさんあります。えー、あの、輸入でだいぶ儲かってるとかいう会社もありますし、日本のシェアの90%以上がうちの会社だよみたいな、あの、僕ら一般の人は知らないけれども、業界的には超大手みたいな、あの、超有料企業みたいな会社さんありますので、えー、そこで、あの、大体はそこであの、トラック持ってたりもしますし、そこのやっぱり、えー 子会社化してあの物流部門があったり、えー、そういう会社を狙ってみる。そういうのもあの、自分の会社で作った荷物を運ぶということは、その会社があの元気である以上は、えー、そんなに、えー、と大きな。 影響はないと思われますので、えー、そういうのを調べて行ってみるっていうのも一つの手です、えー。そして自分の工場ではなくても、例えば自社倉庫を持っていますみたいな、えー、まあ、超大手の会社からえっ、ー、と倉庫で業務委託していて、えー、倉庫のもう出庫とか管理とかを全部えっ、ー、とその一つの運送物流の会社で賄ってますよみたいな、えー、そういう会社さんももちろんあの日本にはたくさんありますので、えー、まあその大手の会社からの一時受けで、えー、出庫管理まで全部うち でやってますそして、出庫管理から、えっ、ー、と、運送物流まで全部、あの、受け負っていますよ、みたいな、えー、そういう会社さんも世の中にはたくさんあるので、えー、やっぱりそういう会社だと、あんまりそういう世の中のこう、えー、流れとかも受けづらい、えー、と思いますので、そういう会社を選んでみるのもいいと思います。えー、これからはですね、やっぱ会社選び慎重に、そして、まあ、あの、ただ受けてるだけ、運ぶだけみたいな会社さんは、えー、やっぱりこの運賃が、えっ、ー、と、安い、えー。そして上がっても、あの、その上げ幅と、うん 要は上がったコストと比べるともう全然あのペイできない、えー。で、運転手の給料まで回らないみたいなことになりますので、そして今そうなっておりますので、えー、会社選びをする際には、えー、なんかこう付加価値がある。でも、 ただ運送するだけっていうのでもまあいいっちゃいいですよ。ただ運送するだけだったらやっぱりあっちの会社にもこっちの会社にもいろんな会社にあの出入りしてていろんな荷物をあの扱っている扱うことができるスキルがある会社を選ぶとかですね。あのまあ顔が広いとかそういうのもあると思いますが。 それか、えー、まあ、あの、自分とも好きにやらせてもらえるんだったら、あの、多少安くてもいいよ、みたいな、あの、そういう考えの人だったら、あの、まあ、一人一社一台で、まあ、自由に改造できます、みたいな、そういう、えー、例えば一番関係やってます、みたいな、あの、そういう会社を選んで、もう、あゆうゆう伸び伸びと、ま、安くてもいいからあの、自分のペースでやるんだよ、みたいな、そういうのでもいいと思います。えー、ただ、あの、給料とか、うん、そういうお金の、まあ、福利構成とかですね、そういうのを、あの、一応、トータルで考えて、えー、長い目で見るんだったら、今 言ったようなあの自社工場じゃあ自社走行とかあとは大手のあの完全に直受けだったり、えー、そういうので会社選びをしていただく方がこれからはあのずっと有利になるんじゃないかなとやっぱりあの大手だからとか。 あの、まあ、骨で入ったからとか、あの、そういう、まあ、給料がたくさんこの会社もらえるんだよなとかわかんないけど、みたいな、そういうので行くと、やっぱり、あの、世の中の流れで、あの、急にガッツリ減ったり、ボーナスなしになったりとか、えー、そういうのもよくある話ですので、えー、慎重に、えー、長い目で見て、会社選びをしていただきたいなと。えー、これ、やっぱり、あの、大手がいいとか、あの、注射個人がいいっていう話ではなく、やっぱりしっかりとした、あの、個人の会社もありますし、えー、まあ、個人でしっかりしたのはなかなか が難しいですけれども、えっ、ー、と、中小ぐらいだとやっぱり、あの、すごいしっかりとした良い,い中小って日本にたくさんありますので、えー、そういう、今言ったような目線で探していただけると、えー、大幅に損はしない。そして、あの、トラブルもなかなか、あの、起きづらいんじゃないかなと、えー、思ってですね。えー、まあ今、運賃値上げの話出ておりますけれども、えー、まだまだ、運転手に跳ね返ってくるには、えっ、ー、と、ちょうど遠いと思いましてですね、こういう話をさせていただきました。えー、本日は以上になります。ありがとうございます。では、ご一杯